ベースサーク、おはようございます。前回の、ライブ配信はなんかね、この前の何だっけ、ブラショ動画を上げるときに、なんか残ってるはずやのにアップロードしてますって出とって、なんかそれが邪魔してるっぽいんで、アップロードなってるはずやからもういいかなと思って削除したら全部消えちゃいました。でまたちょっといろいろ見てみます。すみませんでした。で、愛知県ブラショ動画前編行きましたけど、本日は後編の方行ってみたいと思います。はい、それじゃあ VTR スタート。はい、早速店内向いてまいりましょう。こちらのコーナーはゲームフィギュアになっています。最初に映ってたのは、遊戯王。この辺は何なんやろね。モンハンなんかな。ちょっと詳しい方おられたらコメントください。で、今のはデジモンかな。デジモン見たことないんですよね。で、こちらはポケモン。で、これね、以前にも紹介したドラゴンクエストのミニフィギュアコレクションですね。こんなに置いてるのちょっと見たことないですね。なかなかおすすめです。で、ドラゴンクエストがなかなか結構ラインナップとしてありました。で、こちらは遊戯王が奥にありますね。で、またドラゴンクエスト、で遊戯王と、そしてチュンリーといった形ですね。で、次にこれ初めて見たんですけど、ヘッドロックさんのソフビです。こういったアートトイが店舗さんで、いわゆるリサイクルショップで売られてるのは初めて見たので、びっくりして感動しましたね。で、こういったミニフィギュアがいろいろ置かれてます。はい、こういうのも集めるのもいいですよね。で、この辺キューポスなのかな。あとは、はい、次はこれはシールですね。シールもこちらの店舗さん取り扱いされてました。あ、これなんかちっちゃい漫画ですね。で、プレイモービルです。はい。で、こちらは、ジャンボマジンガーですね。グレートマジンガーか、あれ。で、ブルーナイト・ベルゼルガーのソフトなしとなっているスコープドックですね。これ持ってましたね。で、こういったミニフィギュアもいろいろ置かれてます。レイズナーもありますね。で、コンバトラー V で、ゲッターなどなど、あ、ファッティやりましたね。買取倉庫さんってなんかロボット系強いっすよね。で、エルガイムで、こちらはね、時間になったら音が鳴るんですよ。例えばジオングの音とかシャーザクの音とか、持ってないんですけど、そういったのがあるって聞いてて、現物見たの初めてです。で、こちらはハロー。で、こちらもまたミニフィギュアとなっています。はい、こちらはドラゴンボールコーナーとなっています。フリーザとか、これちょっとドラカボも混ざってるのかな。
ではこれとかも置かれてますね。でこの辺 HT、 このクーラーとかは先輩にいただきましたね。でこれセルに扇子開けるシーンのご飯もありました。でこの辺はプライズのものがあったり、で一番くじのクリリンとかその辺のも置かれてました。こちらも抹茶がなんか混ざってるんですよね。でずらっと並んでますね。この昔の亀仙人もありますよね。はい、こんな感じに並んでました。でこちらはレトロのやつなんかな。ちょっとこの猫はわからないと。で隣は忍者タートルズ。こちらは特撮コーナー、それのミニフィギュアがずらっと並んでおります。なんかこれコンゴかな、あとはなんかウルトラマンと怪獣が戦ってるとか、科学特捜隊が飛んでるとか、科学特捜隊と怪獣が戦ってるシーンとかが再現されてます。なかなかねクオリティ高くていいなと思ったんですよ。でこれ見てください、このウルトラマンが変身してこう巨大化するシーンを再現されてるんですよ。でこれハンドパンまで置かれてるのもちょっとびっくりしました。こちらソフビのトーマさん、その方が制作に携わったということだと教えていただきました。買っといたかったね。でいつものボトムチェックでスコープドッグで、その下にエルガイムマーク2が置いてましたね。でダンバインのプラモもあり、で上見たらまさかのターボカスタムのスコープドッグが置いてました。これは熱いね。これね面白いの発見したんですよ。シャコユミコさんの専用ザクでこれ安彦先生にこれ可愛いって書かしてるんですよむちゃくちゃ面白いなと思って、このパッケージイラストだけでもこれめちゃくちゃ欲しいなと思いましたねなんでシャコユミコさんやってんの。この後ろのパッケージのこのイラストだけ欲しいな。でこちらもまたロボットコーナーですね。これ何撮ってんだろう、なんかずっと撮ってんだけどちょっとわかんないですね。でパッティと、でこれゾイドやね。ゾイドとか全然わかんないんで、で後ろのコンバトラでこちら見てください。これリン民名なんですよ。で前にあるのが民名人形、これめちゃくちゃ欲しかった。こんなん出てたよね。でこれ逆転一発マンかな。これ多分食玩のやつちゃうかな。作らなきゃいけないんでこれはなかなかありがたい。で店内散策しておやって見つけたのがこちら、これエヴァンゲリオンなんですけどこれ新宿なんですよね。なんかね悟り開いてません。賢者になった新宿でした。帰ってきました。はい、はあ、楽しかったです。はい、では、ありがとうございました。でこちら中華料理24店さん、こちらにも行ってきました。実はですねこちらのお店造形師の稲坂さんのご家族が経営されてるお店だそうです。
でね、このラーメンセットむちゃくちゃ美味しかったですよね。で、お値段もリーズナブルでおすすめです。で、店内には稲坂さんの造形されたフィギュアも飾られていました。ぜひ行ってみてください。写真はないんですけど、行ってみてのお楽しみです。それじゃあ。